養老山町と山道にある、津谷避難小屋養老山地北部からの展望、伊吹山、池田山、白山養老山は、岐阜県養老郡養老町と大垣市、上石津町地域自治区にまたがる標高859メートルの山である。旧名を多芸山とも言う。養老山地を代表する山で、山頂には一等三角点が設置されている。養老山地の北部の峰で、 ふもとからは山頂が特定しにくい山である。周辺は、伊ビ関ヶ原養老国定公園に指定されている。一帯には、原生林が残っており、赤やしをこぶしこならつげやせびなどが多い。石灰岩質の山であり、養老の滝がある滝屋の源流の山。養老山は養老山地の北端に近い位置にあり、気象観測点のある関ヶ原に近い。このため、特に、 冬は太平洋側の気候というよりは日本海側に近い気候となっている。冬以外は太平洋側の気候である。養老公園内の養老観光リフトの滝上駐車場駅、または滝上駐車場に登山口があり、登山者記名帳がある。登山口からは登山道が整備されており、約4キロメートルのコースである。 他に、養老山治療線に沿った養老山町登山道が整備されている。また、養老公園を横断するように、東海自然歩道が整備されている。東海自然歩道を含めこれらの登山道は、岐阜県環境生活部地球環境課が管理をしている。公共交通機関の場合、養老鉄道養老線養老駅下車、養老の滝方面へ向かい、養老公園内から、 観光リフト、または徒歩で滝上駐車場の登山口へ。マイカーの場合、養老公園と養老の滝の上に駐車場がある。名神高速道路の大垣インターチェンジが最寄りのインターチェンジである。能美平野生誕の養老山地狩猟線上の北部に位置する。西側の国道六十五号の前が瀬から山頂付近までの林道がある。山頂は樹木に覆われていて、 ほとんど展望がない。一家の主な源流の河川は伊勢湾へ流れる。ありがとうございます。